い、ご無理なく。すいません、ちょっとお正月に甥っ子とカルタを頑張りすぎてしまって、こんな声になってしまって本当にすいません。どんな気だったんですか。違うと思いますけど、はい、今日私の言いたいことを全部森山さんが話してくださるんで、その僕は心は読めないので、その筆談とかで伝えるなら分かるんですけど、勝手なこと言ってしまうかもしれませんが、ちょっと喉の調子が悪いみたいな。大丈夫です。お手柔らかに、お手柔らかによろしくお願いいたします。カルタみたいに。今回出演者の皆様には2024年の抱負を発表していただければと思います。皆様に事前に今年の抱負書いていただいておりますので、お揃い次第今日は一斉にフリップをオープンしていただければと思います。皆さんどんなことを書かれたんでしょうか。では参りましょう。一斉にフリップオープン、どうぞ。あ、いろいろありますね。皆さんね、初めてお互い飲みますから。あ、なるほどなるほど。さあ続いて伺うのは春さん、お声大丈夫でしょうか。ご覧の通り健康、健康で。そうですよね、今がまさにちょっと健康じゃない状態ですからね、はい、喉が今調子悪いですから。そうなんです、迷ったんですけど、うん、こう体調を崩すと迷惑をかけてしまうとかで、本当に気をつけていきたいなって、もう気を引き締めて改めて健康をちゃんと心がけていきたいなと思っています、はい、本当にご覧の通りすいません、はい、お聞きの通りということですね、はい、お聞きの通り、それでは皆様にお話を伺っていきました。では皆さんの前向きな、希望に満ちた、新年の抱負を伺ったところで、本日会場にお越しいただいた記者の皆様にも